梅雨時の漢字。ストーリー、市倉浩。出演、地引き号。ねえ、書ける？憂鬱の鬱って漢字。彼女は言った。梅に雨と書く、この季節の空を見上げながら。憂鬱の鬱は、僕はソファーに寝転んだまま空中に指を動かしてみる。まず真ん中に缶ビールの缶があって、その左に木を描いて、その右にも木を描いて、大きい輪を描いて、それから何だったっけな、あれなんて言うんだっけ、バツに点点点点、米印でいいの？あの米が45度傾いたやつ。それにこのひっくり返ったやつ、カタカナのこの、その下にカタカナの火でしょ。ああ、火の最後が跳ねてるやつで、その右にちょんちょんちょん、カタカナののを3つ重ねて出来上がり。すごいすごい。彼女は大喜びだ。どうだい、えへん、僕もまんざらではない。じゃあね、バラは？バラはそうだな、バもラも草冠、さ、草冠のさの下に十というか T の字の頭がちょっと出たやつの左と右に小さく人の字で、その下に一で、その下にあれ最終回の回で出来上がり。それからバラのラは同じく草冠で、行人弁に漢字の山を小さく書いて、小さい一に、はい、なんていうのかな、平凡の凡の点のないやつというか、机という字の右のやつ、円周率のパイのヒゲのないやつ。このあたりで彼女は笑い転げて、僕もなんだかおかしくなって、それでも湿度 87% の鬱陶しい空に憂鬱なバラという漢字を書き上げた。梅に雨と書く梅雨時のある日のこと。というわけで、ではここで問題です。鬱陶しいを漢字で書きなさい。